ジオ。ああ暇だな。誰か遊べる人いないかな。もしもし聞いた。今日遊べる？今さ新しくできた弟と一緒に遊んでんだよね。ちょっとうんちやめてよ。もしもしウドジュン今日遊べる？もしもし今日妹とアフタヌーンティーに来てるからごめんね。もしもしユウト今日遊べる？もしもし今弟と遊んでるからまた今度ね。もしも兄弟がいたらもっといっぱい遊べるのにな。お母さん俺兄弟が欲しい。何を今さら愛がないと子供はできないのよ。なんだ見せかけのポッコリお腹かよ。何してー。俺の願いなんて絶対叶えてくんないんだから本当嫌い。いやあの子一緒に遊ぶ相手がいなくて寂しいのね。はっ。失敗だ。もし天才遺伝子だったら僕に分けてくれないか。君は一体何に使おうとしてるんだ。何簡単な話さ。なんだそれは。分かることじゃないよ。分かんないそんなの。ここにたどり着ける人間は人類でたった一人しかいない。ママ会いたかったよ。私も会いたかったわ。私の名前はカネコ。カネコちゃん私のこと恨んでない？恨んでなんかないよ。ずっと会えるのを楽しみにしてたんだから。なんていい子なの。おい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 。これは送りの仕事ですよ。ママ行こう。行きましょう。ちょっとカネコ。ということで今日からヤネちゃんの妹になるカネコちゃんでーす。妹ってどこから連れてきたの？ちっちゃいことは気にするなんつれ。わかちこわかちこ。お兄ちゃんこれからよろしくね。よろしく。わかちこ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 。それじゃ一緒にゲームしようか。よし勝った。兄ちゃんもっと手加減してよ。
かせてんの？そんなつもりじゃ。次泣かせたらただじゃおかないからね。ここはわざと負けて金子に喜んでもらおう。あ、引けちゃった。頼む、倒れないでくれ。すごいぞ金子、さすがにお兄ちゃんの負け。カラスダマスケ、どうしたの？なんでもないよ、なんでもないよ。ほら鬼ごっこだ、お兄ちゃんを捕まえてみろ。妹ってこんなに泣き虫なのか。ヤネちゃん、私が鬼ごっこの相手をしてあげるわ。今日は特別な日なので、いつもより頑張って作ったわよ。いただきます。うえ、まっつ、ごちそうさま。ママの手料理おいしい。ほんと？明日のヨネちゃんとは違って金子ちゃんは舌が肥えてるわね。嘘だろ、こんなまずい料理も。ヨネちゃん、ちゃんと残さず食べなさいよ。なんかさっきよりも増えてない？ごちそうさまー。ごちそうさまー。あんた、ちゃんと残さず食べなさい。なんかおかしいな。ヤネスケ、いつまで寝てんだ。え、さっさと準備して学校行きなさい。金子ちゃんも早く見て偉いわね。ヨネ、ヨネ、行ってきます。行ってらっしゃい。なんでだよ、お前さんのうんちだ。ラッサじゃあ、私お風呂入ってくるね。はい。おい、みんなで女子風呂覗きに行こうぜ。いいね。お前ら、この先に何の用が？ちょっと忘れ物をしちゃって。そっか、それなら先生が探しておこう。正面突破は不可能だ。そこでこれを見てくれ。2階の女子トイレの床は女子風呂とつながってる。つまりここを爆破するのが最短ルートってわけだ。ヤネスケ、俺は今日お前と友達で本当に良かったと思ったよ。まだ目的は達成されてない。気を抜くな。ヤネさん、前から3番目の個室はここだ。うわあ、お前ら、女子トイレ何してんだ。先生のオフィス何してるんですか。お前ら新生の女子トイレだ。出たー。うわー。
就寝の時間だ。夜更かしはしないで早く寝るんだぞ。はーい。さーて、始めますか。あ、Wi-Fi がないや。ペン型 Wi-Fi あるよ。ヤネスケ、俺は今日お前と友達でーす。さっきも聞いたよ、やろうぜ。あいつら何回様子がおかしかったな。もしかしておっしゃ、死ぬの君や。おい、いるぞ。寝てまーす。お、えらいな。おい、屋根助、なんで先生が来たの分かったの？廊下に仕込んだセンサーに反応したんだ。屋根助、ゲームやさーい。いいから全員校長室行きなさい。なぜ言うことしてるよお前ら。いいかげんしろこら。なあ、先生の言うこと聞けこら。本当にあんたたちっていうのはね、どうしようもないクズなのよ。クズクズ。いい、あんたら。おいおいら、なぜこんなところで寝るんだ。なんでもないです。おいおい、今から5時間内行けるような状態そうだ。行くぞ行くぞ行くぞ。いいや、やれちゃん、お昼ご飯よ。今日のご飯何？キーコ特製スペシャルそうめんよ。え、またそうめん？もっと味濃いもの食べたいよ。文句なくな。でんでんでーん、くらえ。ねんでんでーん、何よ。いけ。あー、もう、なんなのよ。いけ。水風船投げてもバレねえよな。あら、屋根ちゃん、水遊びがしたいのかしら。一緒に遊ぼうよ。ついてきなさい。100倍返しだ。ガキは子供用プールで遊んでろ。ちょっと待て、クソ野郎。これでとどめだ。屋根ちゃん、中華のセットでフカヒレはどう？あー、暑い。喉がカラカラだわ。うんしょ。パー、ガソリン前を待て、おいしい。あら、おいしそうなスイカじゃない。お母さん、それは俺が畑から拾ったスイカだよ。じゃあ、あんたのじゃないじゃない。それじゃあ線香花火で勝負だ。先に線香花火の火種が落ちた方が負けね。望むところよ。
線香花火を長持ちさせるには3つの方法がある。1つ目、玉の根元をねじることで和紙の強度を増す。よーいスタート。2つ目、火と花火が触れる部分を小さくする。火種は小さいほど落ちにくくなる。3つ目、斜め45度にして持つことによって真下に落下しようとする力が分散されて火種が落ちにくくなる。これで完璧だ。負けるはずがない。なんだ、あっ熱いわね。そんな手を使いやがって。あと少し耐えれば俺の勝ちだ。わあ、そんなのありかよ。そろそろ諦めた方がいいんじゃない。あんたの方こそ。あれ、この家ガラ空きじゃねえか。盗み放題だぜ。太陽は太陽、喉乾いたし水でも飲むか。なんだこれ、飲めたもんじゃねえぞ。閉めた、俺の勝利だ。美味しそうなスイカ、みっけ、いただきます。勝てばそのチームの勝ちだ。一番目の試合はイスとりゲームだ。よーいスタート。おい俺に起こせ。すいません兄貴、俺の方が先です。俺の先です。足元にも及ばないわね。2番目は消しピン飛ばしだ。姉貴は消しピン界で負けなしの最強の小学生なんだ。これで様々な小学生を倒し万事組のトップになったんだ。止まった？いや、まだだ。勝者万事組。まあいいわ、これで一勝一敗。次の勝負で決着をつけましょう。最後の勝負はドッジボールだ。女子に負けるわけねえ。この勝負もらったぞ。あえて一人
ったんだよ。あいつ怪力すぎるぞ。エン様は異次元の怪力、絶対に負けることはないわ。おい、最弱の俺たちしか残ってねえ。もう無理だ。お前らこの万事組を守るんだろ。男なら突っ張れ。来い。小細工は通じないよ。これで終わりだ。行くぞ。一人じゃダメでも三人で止めるんだ。俺が正面で壁になる。キイちゃんが足で踏ん張る。そしてパシリ太郎が全体のバランスを整えるんだ。いけー。もう諦めたのか。実はパシリ太郎がボコされた時俺は見てたんだ。お前は紫組のことが好きすぎるあまりにストーカーをしていて。かわいい。 GPS つけちゃいたい。 GPS をつけようとしていたところを。その電磁波を利用してボールに仕込んだ電磁波の装置を使い軌道を変えるんだ。勝者万事組。新番長はやめつけだ。ありがとうな。お前らこれからもヤンキーとして暴れるぞ。みんな聞いてくれ、ヤネスケが帰ってくるぞ。え、ヤネスケ帰ってくるの？いやだー。おい、ごらんめ、嫌いになってるよ。おら、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 違うぞ、嫌いになってるよ、おら。え、さあ皆さん、まずは 1000m 自由形、よーい。お風呂で遊びましょうか。はい、じゃあこの針持ってね。じゃあ行こうよ。それ。はいはいはい。うわほら、黒髪になったわ。なんだよこれ。明日も頑張りましょうね。さあ、次を始めます。まずはゴールで 1000m ウォーミングアップです。え、無理だよ。無理無理。早く泳げ。はよし、サボっちゃおう。ヤネちゃん、サボってるわね。早く1000m泳げ。もういい加減にしろ。帰ってくれよ。いいわよ。え、私に勝ったら臨時コーチもやめてあげていいわよ。そもそも俺は認めてないぞ。え、ゲジコーチ様、よろしくです。よし、お母様対ヤネスケ君の試合だ。もう本当に当てろよ。分かったよ、お母さんに勝てばいいんだな。しかしどうすれば勝てるんだ。考えろ考えろ。この芋野郎が、芋引いてんじゃないわよ。あの野郎腹立つな。あ、それではキイコ様対ヤネスケのスペシャルワンマッチを行います。よーい。
殺技フィンザマジシャン。ヤネスケが落ちそうだ。すごい追い上げだ。やるわね、ヤネちゃん。私も奥の手を使っちゃおうかしら。マジバタフライ。こうなったら最終奥義、オナラザバーストストリーム。ヤネスケ行け。やった、俺の勝ちだ。超気持ちいい。臭すぎて、何も言えねえ。あ、あちゃちゃ。ハッピー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 、みんなで make a good ride。 洗濯物みたいなワイナー張って、なになに息子で人儲け、お小遣いはなしのバッナー張って。